4番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日11月18日相模線に E131系がデビューということで、ちょっとねデビューの瞬間には間に合わなかったんだけど、まあ、当日の橋本駅とかそこら辺周辺の様子ってどんな感じになってるのかなと思って急いでやってきました。結構汗だくです。ちょっと一旦南橋本で降りてまた折り返し橋本方面に向かおうと思います。もうちょっと、ね、早く気づいておけばよかったんだけど、なんか今日忘れてると思って、なんだっけなと思ってずっと体調不良で寝込んでたんですけど、そうだ今日じゃん E131系と思って慌てて、ああここもうっかりですね。なんとか見れるといいんですけど、
南橋本です。この電車は20時23分発橋本駅です。発車まで2分ほど待ちください。次は終点橋本です。横浜線と京王相模原線はお乗り換えです。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。Please change your for the Yokohama line and the 京王相模原 line. Please make sure you have all your belongings when leaving the train.Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 出口は左側です。Arriving at 橋本, the doors on the left side will open. 乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。お乗り換えです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。